皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今年もやってきました花粉症シーズンですね。毎年私も悩まされているんですけども、今回は管理栄養士の目線で花粉症の症状を和らげる食べ物3つご紹介したいなと思います。花粉症でお悩みの方って本当にたくさんおられるかと思うんですけども、病院通われてる方もいらっしゃれば、市販のお薬を飲んでなんとかしのいでるっていう方もおられるのではないかなと思います。実際この花粉症って治療で完治させることが難しいので、とても長い付き合いになるものかなと思います。私も多分結構長い間春先は花粉症に悩まされているので、できればお薬飲んだりとかそういったことではなくて、食事で少しでも症状が和らげればなと思いまして、で今回自分も取り入れてみて実感していることも踏まえて3つご紹介したいなと思っています。花粉症と食べ物ってどういう関係があるのかと思われるかと思うんですけども、花粉症の症状を和らげる上では免疫力を高めるっていうところが実はポイントになっています。免疫というのは何なのかと言いますと、ウイルスとか細菌などの体にとって有害なものを体の中が退治するというシステムのことを免疫というふうに言います。で、花粉症の方は空気中に漂っている普通の方には害のない花粉を体にとって敵とみなしてしまうことで、花粉を排除するための防御機能が働いてアレルギー症状が起こるというのが花粉症のメカニズムになっています。と、免疫力を高めるというところが実は花粉症の症状を和らげるためにはキーポイントとなっていまして、その免疫力を高めるために重要なポイントが腸内環境を整えるということが重要になっています。免疫機能のだいたい約 70% ぐらい腸に集まっているというふうに言われています。なので、免疫の鍵を握るのは腸がいかに健康であるかというところがポイントになっています。ですので今回は腸内環境を整えるための食品というところに着目してご紹介したいなと思っています。で、まず一つ目の食品なんですけども、これが発酵食品になります。特に私がおすすめしたいのはヨーグルトです。私もこの3年ぐらいは毎朝ヨーグルト食べるっていうのを続けていて、花粉症の症状も和らいでるというか、悪化することはないなっていうのを正直感じています。発酵食品は特に乳酸菌とかビフィズス菌などを多く含んでいるものを取り入れていただけるとよりいいです。これはもう腸内の善玉菌の働きを助けるために働いてくれる成分になってますので、腸内環境を整える上では外せない成分になっています。発酵食品としておすすめの食材は、一つ私のおすすめのヨーグルトとキムチとか納豆とかお漬物とかそういったものがおすすめです。で、私のおすすめしているそのヨーグルトなんですけども、乳酸菌というのがだいたい35度から40度ぐらいで活発になるというふうに言われているので、ヨーグルトそのまま食べてももちろんいいんですけども、人肌ぐらいまで電子レンジでチンしていただいてホットヨーグルトみたいな形で食べると、より効率よく腸内で働く乳酸菌の働きを活発にできるので試してみていただければなと思います。2つ目の食べ物なんですが、食物繊維の多い食べ物をおすすめしたいなと思います。で、食物繊維って、お通じ改善とかそういうイメージをお持ちの方おられるかなと思うんですが、イメージ通りで胃の中とか腸に残っている食べ物のカスとかそういったものを絡め取って全部きれいに掃除してくれるっていう働きをしていますので、食物繊維の多い食べ物っていうのはぜひ意識的に取っていただければなと思います。食物繊維というのは腸内で善玉菌の餌としても働いてくれるので、腸内環境を健やかに保つ上ではとても重要な成分になっています。食物繊維の多い食べ物としてはレンコンとかごぼうとかそういった根菜類とか、あとは海藻類、そういったものが食物繊維を多く含んでいますので、ぜひ積極的に摂っていただければなと思っています。そして3つ目の食べ物、これは青魚になります。青魚に含まれている良質な脂質である DHA と EPA という成分がアレルギーを誘発する物質であるヒスタミンという物質の働きを抑えるというふうに言われています。なので青魚というとアジとかサバとかイワシとかそういったものが青魚にあたるわけなんですけども、今だと缶詰とかで手軽に摂ることができるので、ぜひ意識して取り入れていただければいいかなと思います。ここまでぜひ取っていただきたい食べ物3つご紹介したんですが、逆にその花粉症でお悩みの方が控えた方がいい食べ物も
あります。と特に控えた方がいいのは脂っこい食べ物はできる限り控えていただく方がいいかなと思います。なんでかというと油が悪玉菌を増やしてしまうので腸内環境を健やかに保つという上では脂っこいものはぜひ控えていただきたいなと思います。あとは過度の飲酒っていうのも花粉症の方はできる限り控えていただいた方がいいかなと思います。あと実は、食生活とは関係ないんですけども睡眠不足も花粉症の症状をちょっと悪化させることに関係しているというふうに言われていますのでしっかり睡眠時間を確保するっていうところも花粉症の症状が辛くて悩んでいる方はぜひ意識していただければなと思っています。では本日は花粉症の症状を和らげる食べ物3つご紹介させていただきました。本当に辛いシーズンが続くと思いますし、長い戦いになるのが花粉症になるのでこの動画が少しでも花粉症にお悩みの方のお役に立てれば嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。